さあそれでは、さあ始まりました、今世紀最大のヒール対決いましたね。プロレスでもヒール同士が戦うってないよね。あれは落ちたいですからね、この組み合わせ。仕方ないでフルリング応援してますそれでも応援されたい青くんのね、すごい腕前通りの考え方が素晴らしい。世界絶対必要だと思うんですよ。そうですよ、俺もそう思います。そういうのは意外とやっぱり盛り上がらないですよ。そうですよ、対決カードもあったもんね。そうですね、まあでもどっちかでいいかな。なるほど、1本取り返して1日目3ラウンド目、はい、あのイベント始まってからもう数時間経ってて、はい、まあ、その試合が決着するたびに、はい、大盛りとか話が起こったりするんですけど、今までで一番シートしたのがすごいですね。俺すごいドキッとしちゃいましたね。技術家みたいな、自分の人みたいな、お仕事やりって書いてあるからね、技術家みたいな、技術家みたいな、甘いですね、この盛り上がり。今ね、くるみさん、めっちゃかっこ悪いかっこ悪いですね。これ、みんな煽られてますからね、完全に。うん。うわぁ、こういったらね、ぎこちなさが全員そうじゃないですかね。竹山で日本のガッツポーズを見たいですよね。さあ、2試合目。Round three.
と壁に嫌われたかな、あの壁だったな。さあリーチ、もうこれもやばい、もうやばいですよ。今の学校だったら何年にクラス、あのフォーレボルでね、問題になってますよ。問題になってますよ。ちょっとこれ覚えてないよ。これもやばいですよ。後頭を引き返して横移動して、お互い噛み合わない、中間距離を目を飛ばして技を置いていくのなお応対するのは無理で、左側通りしたら応対はどうなる、武田が動くの方に15秒14、13、14、15、16、17、18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 
さあ、これで1試合と理解して3試合目ですね。もうまあ、いい試合がいい試合ということですね。確かに結果的にはいい人ばっかりでしょうが分かる、うん、嫌なやつフルーツだけですよ。仲いいからね、仲いいからね、うん、そういうことも言うと俺の人に問題なんか仲いいから仲いいからね、そんな言ってたんですか。そんなことないよ。すごいですね。さあ、まあ、試合でお互いかなり慎重な立ち回りを見せてますね。もうだって試合が始まって3分後ぐらい経ってるんですけど、まだね、全然動きがなかったですね。タックルを復帰させます。はい、怖い、怖い、うまっ。古いでね、しゃがんでお揃い入れるのは上手なんですよ。お話聞いたことあります。お話大事です。まだ見逃すと、お今のは左を、もう一瞬だけ左をポイントしてカードしてました。そうですね、マジってやつですね。はい、怖い。やや強くらいですからね、あのフルフルってのは。まあ、この試合はね、あれ、あれが下手だと思うか、そこら辺は。おっと、これはメイクタイらしいね、メイクタイらしいですね。一歩目の選手下がられてるんで、下がる、見逃さない。オープン、後半を、オープンがきつい。青が一本取り返して1人、まあ、完全に勝負かけてきましたね。来ましたね。評判これは出てくる。決まって決めて決めて奥攻め先ほどカウンター。おー、なるほど、失礼しますね、もうこれね。さあ、残り攻撃をするのは中継側、ブルンジで。さあ、こうなるとアルカナは自分の上を押せて積み立ちかけて、アウトはない、レイジにはさせない。スライド地帯ブルンジでワンチャンスで、レイジラスト上を押して倒せるか。これ多分クルスマだったら届いてない可能性があるね。